バラです。チェルです。ババロラチチェェロロでです。す。はい、ラグナドやっていきましょ行きましょうかね。う。今回はね、無限の塔について、ちょっとね、ポロチェロ的な見解と、あと、人に教えてもらった見解と、ミックスしてね、ちょっとご紹介していきたいなと思うんですけど、無限の塔って今のところ5個かな？ヤシャの塔、三国の塔とかいろいろあって、5個あると思うんですけど、その中の今回はね、ヤシャの塔についてね、ちょっとおすすめキャラ、ランキング形式でね、ちょっとお伝えしていけたらなと思ってます。いいですね。で、画面見てもらうと、これヤシャの塔なんですけどね、僕今ちょっと170回でつまずいてるんで、170回のステータスになるんですけど、まず、主な弱み玉が土というところなので、これはもう土属性で行かざるを得ないのかなと。そうですね。僕ね、ぶっちゃけね、160回で詰まってたんですよ、ずっと。ほう。160回まではマミで全部行ってたんですよ。もうマミすげえなーと思いながら結構行ってて、もうどうしてもね、もう弱み玉を破壊するのが間に合わないし、めっちゃ食らうよ、もう一撃で死んだりするから、ちょっそうとね。マミ辛いなーと思って、ただまあ今からトップ1ご紹介するんですけどね、そのキャラにした途端ですよ。160回余裕でクリア。余裕。余裕でした、本当に。マミより妖力低いのよ。余裕でクリア。で、今170回でつまずいてしまってると。でも10回も上に行きましたね。道中はね、そんなに大変じゃないよね。やっぱボス。そうね、ボスよね。道中はね、いろんなキャラで、クリアしていけると思うんだけど、ウアンとかおると思うね。あと、集合体みたいなやつもいると思うけど、そういうのはね、マミでもいけるし、ニューリカベさん、ニューイヤーさんでもいけると思うし。このボスですよ。ボスね。で、気になる、ヤシャの塔、おすすめキャラランキング、ナンバーワンはですね、ナンバースリーから言った方がいい。ナンバーワンでいいですね。スリーから言おうよ。スリー。いや、考えてなかったな、その順番。嘘。じゃあ、スリーね。一番しか言わないつもりだったの？スリーランはキングっね、て言ってたのに。スリーはね、どうだろうな。俺はこう思うけど、ポロさんはみたいな。ポロさんない？特に。私、ただ土属性であれば、何？サトリさん？なるサほどトリね。さんとか、軌道木道丸。丸？なるほど、なるほど。あたりじゃないかななっるてほ思ど。うんですけど。一応ね、僕の3位は、ちょっと2つあって申し訳ないんですけど、クラボッコか、ケウケゲン。クラボッコ。クラボッコも、石？石？土？ 土ですよ。クラボッコか、ケウケゲンがいいかなと。ケウケゲン結局ね。ね、この奈落っていうキャラのダメージをこう、シールドでね、防いだときに、より防ぎやすいとか、そういったキャラもいらっしゃるんですよね。なるほそういっどたとこもね。含めて、クラボッコ、ケウケゲンがいいのかなと思います。どっちか。どっちかね。どっちか、甲乙つけがたいね。育てやすい方で、ケウケゲンが SSR だから、ケウケゲンの方が育てやすいと思うから、そうね。ケウケゲンでもいいんじゃないかなと思うけど、で、次、2位ですね。2位は、キドーマル。来た。キドーマルは、やっぱりね、破壊できるんですよね、弱み玉を。そうね。土だからね。ただね、ちょっと待ってよ。キドーマル土か？土だよね。土だよ。何を言ってるの。こんだけ熱弁しとって土じゃなかったらどうしよう。ちょっと待ってね。土よ、土。土でしたね。危ない危ない。びっくりした、もう。信用してないですね。だから、機動丸がいいのかなというところですね。結構火力も高いし、ただね、ちょっと俺があんまり育てきれてないかもしれないけど、なんとなくね、食らいやすいというか、ヒットポイントが少ないのか、防御が弱いのか分かんないけど、それは感じるところあるあよるよね。ね。結構あさ、おる。供で連れて行ってもすぐそう。魂にならない。そう、すぐ魂すよ。ぐ玉でしょ？すぐたま。でしょ？そこがね、ちょっと若干、懸念されるところではあるんだけど、2位はやっぱ火力面、使いやすさ面、こう、いろいろ考えると、機動丸なのかなと。で、栄えある、ナンバーワン。誰だと思いますか？誰ですかね。これ結構聞いたことあるでしょ？聞いたことある。結構ね、ホットな
キャラですよ。UR じゃなくて。うんうんうん。UR じゃなくて、うん、強い子結構いるよね。イエスの枕とか、うん、あれ水じゃないかな。そうだね、うん、ちょっともう土のキャラの子把握できてないんですよね。あ、なるほど、まあ、ポロさん知ってるでしょ。でもナンバーワン誰、どんなキャラか知ってて、今知らない芝居を打ちましたよね。今下手な芝居をなんでさ、合わせてあげてるのにさそういうこと言うのかな、まあ、ジョローグムさんですね。まあポロさんもご存知の通りジョローグムさんそこまで言わなくてももう恥ずかしいよね頑張ったのに、まあ、ジョローグモさん何がいいのかっていうと、まあちょっとね、あの育て中なのでちょっと弱くて申し訳ないんですけど、うん、いやそれでも9万、うん、まああのやっぱ毒なんよね。毒、そうね、ジョローグモさんは毒だよね、うん、あそういえば毒も効くって書いてなかったっけ。あそうそうそう、あの竹下姫さんはね、うんうん、毒が弱点なんですよ。そうなんですよ、うん、だからね結構ねやっぱ強いんですよね。そうなんだ。毒に弱いし、でこのシールドが奈落族からの攻撃を受けた場合さらにダメージを 44% 軽減しますよ、うん、そんなに。そうそうそう、そんなにするの。だからやっぱりさ、そのシールド中でも結構痛いんよね。そう痛いよね。えこんな食らうんっていうぐらい食らうやん、うんうん、でもそこを 44% カットですよ。UV44% カットみたいな感じですよ言うたらカロリーにしてくれるとちょっとカロリーオフ的なね。カロリーオフ的なね。結構ダメージも軽減できるし、その滝夜叉姫のやっぱりその属性、あ、うん、弱点である毒でも攻撃できるっていうところで、うんうん、いやあのやっぱジョローグモがいいよっていうのはやっぱいろんなところで目にしたんですよ、うん、あそうなんですね、うん、でもなんかしっくりきてなくて、うんうん、いやそんな言うほどじゃなくないと思って、うん、でクリアできないから、うん、まあ、ちょっと思い切ってね、うん、もう UR にもしたし、もう上げれるだけ上げたんですよ。あそうなんですね、うん、でしかもさ、こいつ魔法ジャマーでしょ、ですよね。だからその俺結構魔法メインでやってるから、あそう、ね、魔法の武器も揃ってるから結構上がりやすくって、うんうん、で上げていった結果ですよ、マミで苦労して160回をサクッといきましたよ、うんうん、サクッと。もうなんなら回復1回も使わないぐらいの勢いでクリアしましたからね。じゃあもう、ただまあ170回がクリアできないっていうね。さすがにね、揚力差もあると。まあでもまあ160回でもだいぶ揚力差あったけどね。だってレベル100でしょ。うん、だいぶ上ですよ。この毒がね、やっぱりこう弱点っていうのが相性がすごくいい、うんね、だからダメージも与えれるし、うんうん、ダメージも逆に食らいにくいっていうね、うんうん、防御もできて。そう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 。いやでもジョローグモさんもう初めからオーラありましたよね。まあまあね、 UR 感はあったよ。 UR 感すごい。画面からはみ出してほしいね。そうね、うん、でもやっぱねジョローグモはあの SSR っていうところもやっぱいいよね。育てやすいから、うんうん、そうね、うん、やっぱりこの UR 育てるよりも俺も育てて思ったけど、うん、圧倒的に素材が楽。あ、そうですね、うん、まあ、集まりやすいですよね。つくもに対してもそうだし、うん、本当圧倒的に楽なんだよね。あとはケウケゲン、まあ、SSR のケウケゲンはどうかも、ちょっとレベル1というところでちょっと推しの人がいたら大変申し訳ない状態になってるんですけど。え、嘘でしょそんなランキングしてるのに。でこれも奈落族から受けるダメージを 32% 軽減してくれるんですよね。あ、本当だ、うん、だからあでもやっぱりヒダメが抑えれるっていうところで強いキャラになってますよね、うん、そうですね、うん、うん、っていうところで、まあ俺はケウケゲンもいいんじゃないかなと思ったし、あとクラボッコですね。クラボッコ俺持ってなかった。あった、クラボッコさんは初めから UR ですよね。あ、そう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 。俺もね、奈落族からのダメージを 40% 軽減するんですよ。ほう。でもやっぱり見てもらうと分かるように、うん、ジョローグモさんは 44% と、まあちょっとレベルを上げてたかな。まあ、力を入れてたから、ね、まあ、レベル2だからね。ちょっとごめん、レベル1が何だったかが分かんないけど、うん、ちょっとレベル2にしちゃってるんでね、ちょっと、ダメージ軽減も増えてると思うんだけど、うん、っていうところで、まあ、育てやすくて、まあ、毒の耐性、毒の攻撃ができて、うん、で、
まあ、土属性というところで、うんうん、まあ、ぴったり、まあ、ヤシャノトウはもう間違いなくジョロウグも一択かな。ああ、そうなんだ、ま、ちょっと育てないとな。そうそうそう、ジョロウグも持ってないっていうじゃん、まあ、なかなかいないかなと思うね。まあ、始めたて、昨日始めましたっていう方も もちろん持ってないと思うけど、うんうん、やっぱね、この SSR で出やすいし、まあ、これ UR プラスまでしてるんだよね、俺。ほんとだ。うん。上げ上げじゃないですか。そうそう、まあ、上げちゃえと思って。で、こいつを最近育てるのがすごく楽しいっていう。やっぱさ、まあ、マミとさ、こう、うん、ニューイヤーさんとかさ、強いんだよね。うん、強い。だからずっと使うじゃん。元からね。うん、ずっと使ってたら、ずっと同じ声聞くやん。そうね、若干こう、やっぱ秋が出てくるやん。うん、そうね、うん。でも強いから使っちゃうもんね。そう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 。でそこで出てきたジョログモさんですよ。もう今楽しいよ、ラグナドが。新キャラ使うと楽しいよね。でしかも進むし、ね。だからもしね、育てるのどれがいいんだろうって思ってたら、うんうん、とりあえずはジョログモがいいのかなと。まあ、そうですね。なんていう、無限の塔に関わらず、ジョログモ普通に強いから、うんうん、で、SSR で育てやすいというところがあるんで、うん、まあ今回ね、この動画を見ていただいた方で、まあ、僕らと同じぐらいで始めてる方は、ね、何言ってるの今更みたいな、そんな当たり前じゃん、うんうん、みたいな、まあ、知る人ぞ知る的なね。そう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 。ただ、まあ、テレビ CM とかもあってるし、うん、まあ、新規の方がいらっしゃった時にね、まあ、どうしようって思った時に、あ、そうなの、ジョロウグモなのって、ジョロウグモねって思ってもらえたらいいかなと思ってね、今回ご紹介したと。いい、本当にそこまで強気に。いや、ジョロウグモは大丈夫よ。ちょっとね、他の塔はね、三国の塔とか他の塔はちょっと自信ないけど、うん、あんまり、うんうん、まあ、三国の塔もね、ヤシャは OK ってこと。ヤシャはジョロウグモ、うんうん、まあ、推しで行くのが一番いいよ。俺もマミで160回まで登ったからね、うんうん、言ったら駆け抜けたもんね。そうそう、だけど別に登れるんよ、他のキャラでも。ただ、うん、楽だし、育て直さなくていいジョロウグモが、ああそうね、一押しかなと。登りやすいってことですね。そうですね、この機会にぜひ検討していただければと思います、うん、皆さん育てましょうね。はい、では今日この辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。